下回り裏側を見ていきましょう。砂っぽい汚れですね。いや綺麗ですね、この箇所 OK。 なのになぜここだけが、はい、ここです。裏側を見てみましょう。はい、ここは濃いサビっすね。うん、サビが来ちゃってますね。はい、おお、はい、原因はこの箇所ですね。検証準決結果はステージ2から3になります。これから一回り準決リフレッシュフル項目で1ランク2ランクアップに挑みます。ここのフレームは高圧洗浄で洗っても水は侵入してきません。はい、高圧洗浄後はすぐにエアブローで水と汚れを吹き飛ばしていきます。サイドセンターパネル内にも高圧洗浄水が入り込んでいるので、すぐにエアブローでこういった箇所から中に突っ込んで水と内部の汚れを吹き飛ばしていきます。これをすぐにしないと逆にこっからここまでが錆びやすくなりますので、この作業が重要な内容となります。はい、次はこのフレームのフックの箇所ですね。こっからも水が混入しているので、すぐにエアブローをして吹き飛ばしていきます。そうするとこの箇所から Y 字フレーム先端に内部の汚れと水が出てきます。はい、左側も同様にここにエアブローを吹きつけて吹き飛ばしていきます。で、隣のこの箇所のフレーム内は中央フレーム下のこことつながっているんで、ここから前に吹き飛ばしていきます。高圧洗浄後の隙間内部のエアブローの作業が重要になります。僕は2日3日かけてこの作業を行い、完全乾燥をしてからサビを落として下回り塗装に入っております。サンバーは本当に甘くないので、
running out of light speed at the Elvis and Tari system in 3, 2, 1.